リックスですけども、去年ですね、東京オリンピックがありまして、オリックスからは山本由伸、吉田正尚、山岡大輔、この3人がですね、まあ選出をされたということなんですが、やっぱこの3人はね、オリックスのこのチームの看板というか、もう代表する選手なので、オリックスファンとしてはですね、非常に、胸を張って堂々と、東京オリンピック応援をしていたわけなんですけども、当時は稲葉監督が、まあ、指揮をしていて、稲葉監督の次は今は栗山監督が侍ジャパンを率いていると、過去には、オリックスと侍ジャパンでいうと宮城投手、そして紅林選手を視察するほど、栗山監督もね、日本ハムに怒りのある中島監督であったりとか、福田 GM とかが、小屋のコーチ、増井さん、たくさんね、いますから、非常にこうオリックスとの、まあ、関係性も、ね、あるのかなとは思うんですが、来年ですね、3月に WBC が、まあ、行われるということで、アメリカが非常にモノホンでですね、整えているというような状況なんですが、オリックスはやっぱりこの3人選ばれるのか、非常にこう期待がかかる中、彼ら以外にですね、栗山監督が続行な選手がいまして、もう記事を目にしているのがわかると思うんですが、一人がですね、宇田川投手でございます。なんと今年の途中まで育成であった選手がですね、侍ジャパンの監督の目に留まるということでですね、こんなことあるんだなということなんですが、今年のオリックスはですね、本田瞳、一時はセットアップしてました阿部投手、バトンテーカーです。村西投手も対右に関しても無双状態でした。もう続々と台頭する中でも宇田川投手は一番エグいんじゃないかと思っております。今や、歴史的大混戦の中でも、8回の男を務めるぐらいになりました。もう何が強みっていうとですね、リードが全く関係ないということで、なぜこの投手が育成で取れたのか、本当に奇跡レベルだなと思うんですが、僕はですね、2020年のこれね、彼、指名選手なんですが、ドラフト2位で、まあ、予想してまして、前評判はドラフト1位でもおかしくないというような感じでした。はい。で、非常にこうパワーボールを持ってるということで素晴らしいんですけども、まあメンタルも素晴らしいで、個人的には平野義久の後継者で最もふさわしいんじゃないかなと思います。はい。で、オリックスはですね、緊急でギリギリで支配下登録されたわけなんですが、おそらくコロナのこともあってですね、山岡投手が離脱をしたりということで、予想外な緊急離脱、今年もね、2回経験してますから、それに備え、支配下枠上限いっぱいのところで、支配下になったのかなと思いますし、2軍でもね、無双してたのは無双してたんですよ。圧巻な投球をしていたんですもん。これコロナじゃなかったらどうなのかなと。これもしいなかったらね、今、もう恐ろしいですよ。今2位でね、ちょっと差が開けられてますけども、恐ろしい状態でございます。はい。で、数字としてね、見てほしいのが、奪三振率なんですけども、意味わからんぐらいね、ダントツなんですよ。まあ、リリーフということも考えて、ですけども、例えばワゲスパックね、一時クローザーやってました。村西投手も、はるかに超えるね、数字を残しているわけですよ。で、先ほど言いましたけども、まっすぐも素晴らしいですけど、それだけではさすがにプロ抑えれないです。何がすごいのか、フォークですよね。フォークの落差がすごいエグいわけですよ。だから、安定感の阿部翔太、そしてインパクトが、大の宇田川祐希、この二人がですね、オリックスの、中継ぎ陣を今年は牽引しているのかなと思います。はい。で、さっきのね、話でも言いましたけど、まあ、育成がすごく謎であると。育成だったら拒否しますっていうのは全球団に伝えていた。まあ、これはわかります。でも、なぜじゃ支配下じゃなかったんだとね。支配下下位でもいいわけじゃないですか。これなんでなんですかと。一番最後に指名されたのが、阪神のドラフト8位の石井選手。絶対にその順番でも残ってたわけなので、指名すべきだったんじゃないかなとは思うんですけど、これなんでなんでしょうかね。はい。さすがにもう、牧田さんの株が上がって上がってたまらないということなんですが、育成拒否する言ってたけども、就職先が決まってなかったから、育成で指名をして、オリックスなりのプランをプレゼンしたというふうに言ってました。ドラフト1位の選手に会いに行かず、宇田川投手と佐野幸和選手に会いに行ったっていうふうに牧田さんは言っていたので、このオリックスの努力なのか、ね、指名当初はちょっと問題視されてましたけども、蓋を開けてみたらね、育成で入団してよかったですし、オリックスに入ったからこそ、こういうふうに化け物に育ったのかなとは思いますけども、それ以上に栗山監督が続行なのが山崎総一郎投手でございまして、そもそもオリックスの試合見に行った時は取材をこう受けながらこう選手を見に行っていたそうなんですけども、山崎総一郎投手がマウンドに上がった瞬間に取材を止めたらしいですね。それぐらいやっぱ続行なんですが、やっぱねなかなかね打てないですよ。もうとんでもないリリーバーになりそうなんですが、去年あたりからですね、山崎俊平だと山崎総一郎、この二人はですねセットで言われてました。クローザー適性はあるんでしょうかみたいなね、素人目から見ても一回限定で投げたらそれはやっぱすごいことになるんじゃないかというふうに思っていたんですが、栗山監督はですね、宇田川投手には宇田川くん、山崎総一郎に関してはもう総一郎とはっきり下で呼んでました。これは完全にもう溺愛されてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ先発でね、すごくプロスペクトという形で買い指名だったんですが、ものになったらすごくでかいということで、ハイリターンをこう期待してね、2016年からどんどんこう、約5年半ぐらいですかね、育成をしていたわけなんですけど、トミージョンとか経て、先発を今年もやってました。はい。ただ
やっぱ体力、そして変化球の質的にも1巡目までが限界だと、3回ぐらいね、やっぱり4回5回で、打たれるケースが多くて、去年もね日本シリーズで、好投はしたんですけども、なかなかに先発では厳しかったと。わからないです、今年はね優勝争いをしてたので、ちょっと今年はちょっと頼むということでリリーフで、待機してるのかもしれないんですが、先発がね2軍は全然駒がいないので先発調整してもよかったのかなと個人的には思っていたんですけど、まあ、簡単に先発っていうのを諦めてほしくなかったんですけども、ショートスターターやったりとかロングリリーフやったりとか、立場がねこう右往左往しながら、今はもう完璧にもう勝ち場にも入るぐらいの勢いでリリーフ待機してくれてます。今年はですね先発での、まあ、炎上とかも込みで防御率が3点台でございます。はい、しかも、まあ、10試合に登板をして、直近6試合は無失点ですね。はい、なのでこの宇田川投手と山崎颯一郎投手ですね、もう天王山始まってますけども、歴史的大混戦、そして CS ではもう必要不可欠な、まあ、戦力になっているというわけでございます。はい、なので来年のね WBC ではわからないですけども、打つ方では吉田正尚、投げる方では山本由伸、山岡大輔、宮城博也、山崎颯一郎、宇田川優希、合計6名が招集される可能性もなくもないわけですから、そう思うとですね、もういかに2016年が神ドラフトなのかということで、山本由伸、山岡大輔、山崎颯一郎1年で獲得しているわけなので、やっぱりオリックスのドラフトの上手さっていうのは抜き寝てるなと思いますし、去年ですね、あの山崎颯一郎と山下俊平太、これ2人がものになったらオリックスの投手育成はコンプリートですみたいな動画を更新したんですよ。要は低身長の右ピッチャーは山岡大輔です、高身長の右ピッチャーは宇田川優希、そして山崎颯一郎ですよね。低身長の左ピッチャーは宮城博也、高身長の左ピッチャーは田島投手ということで、これですね宇田川投手と颯一郎、もうこれはもう対等したというふうに言っていいと思うので、オリックスの育成はですね投手に関して言うと、まあ、コンプリートしたのかなと思います。じゃあ一方ですね、打者はどうなのかということで言うと、高身長の右バッター、180センチぐらいあります中川圭太がいいんじゃないかなと。で低身長の左バッターで言うと正尚ですけども、じゃあ高身長の左バッターは T さんということで、低身長の右バッターは今いるんですよね、池田龍馬ということで、池田龍馬をものにできたらですねオリックス打者の方もなんじゃかんじゃでコンプリートできているのかなというふうには思うので、個人的にはですね池田龍馬は現県内と双璧で、まあ僕は期待をしているわけなので、彼がですねものになったらオリックスの未来はより明るくなるのかなというふうには思います。はい、ということで若干ね話はそれてしまったんですが、今回の動画では、吉田正尚、山本由伸、宮城だけではなくてですね、山崎颯一郎、宇田川もオリックスの看板選手になりつつあるということで、侍ジャパンの、栗山監督が熱視線を送っているということで、特に山崎颯一郎に関してはもう颯一郎と下の名前で呼び捨てですから、俺はもう代表に入ってもおかしくないのかなというふうには思いました。はい、なのでこの栗山監督がね視察をしている宇田川投手、そして颯一郎、他にはね過去にも宮城投手とか栗林選手が、まあ、視察をされているわけなので、来年の侍ジャパンでのオリックスの選手が招集されるのかどうか、このあたりについてですね、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。